ケントトギルバート日本の新常識本物ではない日本の言論の自由人民日報や中国中央テレビ CCTV など中華人民共和国 PRC のマスコミは習近平国家主席を決して批判しない北朝鮮の朝鮮中央テレビも金正恩・金正恩朝鮮労働党委員長が核・ミサイル開発に 莫大莫大な資金を注ぎ込み国民は飢えている事実を批判することはない勇敢不辞言論の自由は独裁国では絶対にありえず民主主義国では絶対的に重要なものだだから米国は合衆国憲法修正第1条で言論の自由を保障している CNN などの米国サハメディアが ドナルド・トランプ米大統領の政策を痛烈に批判しても、関係者が拘束や処罰される心配はない。韓国はパククンヘ、パククネ大統領時代、産経新聞ソウル支局長だった加藤達也氏を、パク氏に対する名誉毀損、毀損罪で起訴した。判決は無罪だったが、この一件が米国の知識層に。韓国は、 言論の自由がない非民主主義国だと印象をつけた言論の,自由の存在はメディアや個人が政府などの権力を安心して批判できるか権力側が報道内容を検閲や統制していないかを見れば普通は簡単にわかる日本国憲法第21条は言論の自由の保障と検閲の禁止を定めている 米国同様、日本メディアが安倍晋三政権をいくら批判しても逮捕や拘束される心配はない。また、検閲も存在しない。日本は言論の自由が存在する民主主義国に見える。だが、日本の言論の自由は本物ではない。日本の全メディアは戦後、 GHQ= 連合国軍総司令部による厳しい検閲を受けた。米国を筆頭とする連合国の批判は許されず、戦前の日本政府の擁護も許されなかった。日本メディアは、報道にタブーを許す体質になった。近年、米国批判は解禁されたが、PRC や北朝鮮、韓国の批判が、新たなタブーに加わった。 日本政府の擁護や肯定は引き続きタブーで、在日米軍の日本に対する貢献は意図的に無視される。沖縄県宜野湾市の普天間第二小学校の運動場に13日、米海兵隊普天間飛行場所属の CH53E 大型輸送ヘリコプターの窓枠が落下した。重大な事故に怒りを感じる。だが、沖縄市で1日 車6台による多重事故が発生した際、海兵隊総長のヘクター・トルヒーヨさんが身を提出して、日本人を救出した後、後続車にはねられて重体となっていることを、大半の日本メディアは報じなかった。私は、この件にも怒りを感じている。戦後の日本が平和なのは、日米安保条約に基づいて、在日米軍がいるからだ。 周知の事実を堂々と報じられない日本メディアは人民日報や朝鮮中央テレビと大差がないケント・ギルバート米カリフォルニア州弁護士タレント1952年米アイダホ州生まれ71年に初来日著書に儒教に支配された中国人韓国人の悲劇講談者タスアルファ新書 トランプ大統領が、州日本人の傾向と対策、産経新聞出版、日本学生、宝島社など。